続きまして踊らさせていただく曲は、2、3年生による、9代目、今年で9代目になる柳の、オリジナル曲、曲名をにぎわいという曲を今から披露させていただきます。上に見えるでしょうか、信長像が見えると思います。目を閉じて想像していただきたいと思います。金華山の上にそびえ立つ岐阜城、皆様も必ずどこかで見たことがあると思いますが、かつて、その下に栄えた岐阜城の城下町を、今年はテーマとして、にぎわいという曲目で、踊らさせていただいています。その城下町に、広がる城下町、住む人々の中には、仕事をしたり、恋をしたり、働いたりと、笑顔ににぎわった町の光景が想像できると思いますが、そういったにぎわいを、イメージして、またまた柳の学生パワーを生かして、また地域の皆様との交流、そういったにぎわいをすべて、イメージして、曲目一生懸命踊らさせていただきたいと思いますので、9代目のにぎわいよろしくお願いします。それでは2、3年生入場お願いします。それでは改めまして、岐阜聖徳学園大学、柳です。よろしくお願いします。それでは参ります。上を見上げりゃ連なる山々、下を見下ろしゃ広がる笑顔、いざ you